はい、お疲れ様です。今日はすぐ病む人の特徴というか、まあそういう話なんですけど、まあまず最初に大前提に俺一つ言っておくのは、俺はもうめちゃめちゃ病みやすいんですよ。こうやって動画出て、こうやって黄色いヘルメットかぶってるから、このおっさん大概丈夫いなとか思われる人もおると思うんですけど、案外ね、たまにコメントで言われるけど、気ちっちゃいなーとか言われるんですけど、本当にまあ気ちっちゃくて、アンチコメントとかにも反応しちゃうしね。そういや、前回ね、まあここ、今背景違うと思うんですけど、ここね、ちょっと動かしちゃうけど、これ椅子にさ、俺座ってね、まあ こんな感じかな。こんな感じで座ってさ、まあこれ、なんかさ、まあこれ事務所で余っとった椅子持ってきてさ、こういう感じの椅子なんだよね。でちょっと喋りづらいもんでさ、俺もさ、なんかこうやってやったりさ、まあしてたんですよ。で、それをね、やっぱね、2、3回バッバーってた叩かれたんが、もうお前、そんな姿勢で言うなとか怒られちゃって、うっせえなーとか本当は思うんですよ。そんなこと関係ねえから別に言ってて、このソファーで座って、まあね、でも動画にするから、俺これ一人で、この空間に一人でおるからね、これで、ほんと恥ずかしいんですけど、それで横で見るのはもうこういうみたいなもんよ。こうやって喋ってるんだよ、この壁に向かってね。うん、その状態だから、まあ一人で撮ってる、まあこれ全国放送だからね、まあそういうもの作りだから、しょうがないんですけど、まあそういうのもすごいへこむし、あとはね、あ、そうそう。前回、これ、時計をね、アップルウォッチでね、俺も15分ぐらいで喋りたいんですよ。ほんで、カットだなんだして、10分ぐらいに収めるよっていうものを作ってるんで、マックス15分なんですけど、いつもまあ俺もね、最後の方興奮してきちゃうので、時間がこうやってオーバーしてくるんですけど、でこれね、アップルウォッチのね、タイマーをかけとった。タイマーっていうか、ストップウォッチね。で、ずっと何分からってこと見てんのが、なんか時計がそんなに気になるんだよ。喋んじゃねえとかね。書き方はちょっとうざい。うざいもんで、まあ、鬱陶しいなと思うんで、まあ、あれですけど。うん。で、今はまあ、ちょっと、今、こっちにタイマー回して、わざわざね、ここで、ここちょっと、だって、今日はこっちちょっとちらっと見るかもしれないですけど、それぐらいね、俺は、どっちかっていうと、病む人間、ネガティブ。すごい恥ずかしがりだし、俺、本当に。で、本当にね、なんか嫌なこととかね、悩みが出てくると、なんか本当にね、指とか、指先、足先がちょっと痺れてきたりだとかね、まあ今だいぶなくなってきたんですけど、まあ昔から本当にそう、人と話すのが苦手、嫌だ、億劫、めんどくさい。うん。もうなんかそのテンション上がっていいと、こうやってウェーってやりだしたらいいんですけど、で、これ YouTube でもそうだよね。こうやって、ね、テンション上げて、もうこれちなみに2回ぐらい自分でリハーサルとか、今資料も作って、ガーッとここに、もうこの辺にブワッと貼ってあるんですけど、2枚ぐらいね。で、結構、まあ内容も充実してきてると思うんですけど、最近。まあやってるんですけど、ネガティブ、まあ病む人の特徴ってやっぱネガティブだとか、依存体質。依存体質はまあ、例えば異性にもそうだし、どんなもんでもね、仕事に対してもそうだよね。人の目がとにかく気になる。人の目がとにかく気になる。そうだな。俺もそうですよね。人の目が気になるとか、自分どうやって思われてんのかなとか。自分なんてどうなのかなーって、やっぱり皆さん思うと思うんですよ。ただ、俺は一つ、これ、まあ言うのは、まあ俺もだんだんこれ年取ってきて、どうなってきたかっていうと、やっぱさ、なんでもそう、初めての経験なんだっていろいろやってるうちは、すごいね、緊張したり恥ずかしがったりするけど、やっぱ43年もなって、やっぱもういい年になったもんで、これみんなね、どれぐらいの年の人が聞いてるかわかんないんですけど、やっぱ、もう慣れてきて心が強くなったっていうよりは、本当にもう、ただ、慣れちゃった？何でもそうでしょ？初めて見た映画って面白いけど、2回目見ると面白くないじゃん。ね。で、初めてもらった仕事って、すごい緊張してた仕事って、ストレス感じて撮るけど、2回目、3回目、だんだん薄れて、興奮って薄れていくじゃないですか。で、動画でもそうだよね。俺もこうやって最初喋るときは、本当何本か撮ったけど、初めの頃ね、このセミナー動画なんて、俺みたいな、こんなバカみたいな人間がね、これ人前で喋って、これ全国放送していいんかって、やっぱ思うわけじゃないですか。ただ、まあいいわって言って、ポンってやったんですけど、やっぱそれまでにはね、3本4本1人で撮ってみて、ボツなんて結構あったんですよ。で、それぐらいなんか、やっぱ俺もネガティブで。でも、今言ったネガティブ思考とか依存体質、執着心が強い、人の目が気になる、いい人に見られたいとか、そういうのってさ、俺本当にさ、一つ、まあ皆さん本当に、ね、今これ見てる人ってやっぱ悩んで見てる人もおれば、まあちょっとどっちかっていうと俺もそういうとこあるかなって思う人が見てると思うんですけど、一つこれね、全部並べるとね、経営者の資質っていうかね、成功する人、仕事うまくいく人の資質にもつながってるんですよ。で、よく言えば、病む人っていうのは、まあ、成功する人っていう言葉じゃないんですけど、逆の言葉で言うと、責任感が強く、自分に厳しい。あとは、感受性が強い。まだで人に言われたりしたら、感じやすい。ね、ああ、こうやって言われてるのかなって。感度が高い人だよね。相手の気持ちを汲み取る力があるわけじゃん。だから俺そういう人ってね、成功すると思うんだよな。うん。で、みんなが、ああ、なんか俺ってこういう弱い部分があるな、こういうとこあるんだって、ボケーしとるなんか草みたいなやつおるじゃん。なんかね、草原の草みたいな。ああ、何も、あ、はい、わかりました。ああ、イエス、わかりました。って。嫌でもないし、良くもないし、みたいな。ただ、ぼーっとしてるみたいな人もおるでしょ。で、そういう人に比べたら、そういう感受性が強いとか、責任感が強いっていうのは自分に厳しいとかにもつながってくるから、ネガティブ思考な人ってさ、俺成功する確率ってすごい高いと思うんだよね。
ただじゃあその人たちが、まあ、一つ間違えたらポコってね落ちて病んでしまうでね、いろんな症状とか出てくる人もおるけど、うつとかああいうのもあると思うんですけど、今日はねそら辺をね、まあ、俺の経験も踏まえてで、いろんなスタッフ社員も見てきた経験で、まあ実際ちょっとした本当にコツで人生って本当変わるから、ちょっとねそら辺をねみんなに共有して、まあ、ちょっとでもためになればなと思ってちょっと一つ一つ話していこうと思います。ちょっとあんまりね、俺も資料を用意したから、ちょっとあんまりうまく喋れなくなっちゃって、ちょっと考えすぎちゃってね、順番を。ちょっとあんまりうまく喋れんところもあるかもしれないですけど、まぁ、ちょっと一生懸命喋りますんで聞いてください。うん、ぜひ、ほんで、あとね、いいねか。最近いいねすごい、まあ、つけてくれるようになって、再生数に比べたら、朝のおふざけ動画よりはこうやってセミナー動画の方がいいね率は高いんですけど、なかなか再生が回んないっていうのもあるんで、コメント入れてくれたりね、いいね押してくれると、まあ、俺もためになって、今またこの動画上げようかってなるじゃないですか。で、これがやっぱ反応がないと、もうやめようか、とか悩みだから、再生伸びないんだよね、ほんとこういうの。やっぱ一部の人しか見ないじゃないですか、こういうものって。だから、ね、朝のおふざけ動画ね、ブチギレたとか、社長ブチギレたとか、社員ブチギレたとか、そういう動画って結構伸びるけど、こういうのってあんま伸びないから、ぜひコメントを入れてくれたりいいねつけてくれると、やっぱ俺も足頑張ろう、もう一回ねいろんな喋ろうっていう、その俺も病むからね。ね、申し訳ないですけど。で、そういうことでじゃあ行きます。はい、まずじゃあ一つ、病む人とじゃあ成功していく人ってどういうところが違うのかなっていうと、まあ、病む人ってさ失敗を引きずるんだよね。でも成功していく人ってよくちょっと似てるんだけど、強い願望の方が勝つ。だって俺もそう、引きずって悩んで、まあ、くそ、何年もかかんなって、引きずるんだけど、前のこととかでもいつまでも覚えてるんですけど、でも、なんかやりたいことの方が強いから、ほんとちょっとしたことで、そこってストレスになんない。よく聞くでしょ、周りでもさ、もうすごい忙しかった時はもう、ストレスすら感じる方はもう、で、ピタってそこまで到達した、そこやり遂げた時に、ドッと疲れが出たとかってよく言うと思うんですけど、それと同じで、なんか人間って、なんか多分さ、ちょっとした本当に願望、ちょっとしたこれやりたいな、成功したいな、ちょっとしたこの結果出したいなっていう思いがちょっとでも勝っとったら、引きずる心っていうのって帳消しになると思うんだよね。で、俺もどっちかというとそういうタイプだから、逆に引きずんないと何も悩まないとやって、いや言われた通りやったんで関係ないっすよねっていうようなことって俺成功しないと思うんだよね。はい、じゃあ続いて、あとはまあ病む人っていうのはエネルギーの使い方が下手かな。発散してしまうっていうか、成功する人ってさエネルギーに向かっていくっていうかさ、そのなんか俺もそうなんですけど、どっちかっていうといろいろ悩んだりこうだって言ってマイナス思考でどうしよう、もう俺なんてダセーわとかいろんなこと考えるんですけど、だからクソっていい風に見せたると思って、例えばいい風に見られたいっていうパワーをいい風に使うっていうかな。だけど病む人、弱い人って多分そのいい風に見られたいなーで終わっちゃって、なんていうかもうなんかエネルギー発散しちゃう。で、それをなんかいろんなもの、お金ブワーって使ってみたりだとか、お酒ガーって飲んでみたりだとか、でもそういうものってやっぱさ、人間を依存させるような装置だからさ、もう何でもそうじゃん。もう慣れじゃん。慣れてっちゃうよね。お酒でも何でも。だからそういう人って結構多いのかなと思います。で、あとはもう一つはその、何?病む人ってさ、まあ過去、ちょっとの過去、そう、まあ引きずるとかも全部同じだと思うんですけど、ちょっとした過去に囚われるっていうか、あの時こうでさ、もうさ、くそーってなると思うんですけど、なんかね、ちょっとその角度変えて、目の前の目標っていうかな、その、まあ俺この話はよくするんですけど、本当にさ、なんか遠いゴール考えてると、じゃあ俺も100万チャンネル登録、50万チャンネル登録とか考えてると、まあこの間のね、ライブだとかもいろんなね、この最近チャンネル登録者が、まあ、クワーって言って、キュキュキュってちょっとピュキュキュってなってるんですよ。やっぱ10万手前、8万、今4000、5000ぐらいでちょっと止まっちゃってるんで、なんかそれだけ考えてると凹むんだよね。なんか最近俺のセミナーダメなのかな、朝の動画つまんないのかな、やっぱ悩んでくる。で、アンチコメントとかもそういう時にピュッて見ると、やっぱ、すごい強くガッて目にっていうか脳みそに入ってくるわけじゃないですか。だけど、まず俺はじゃあ目標にしてるとか、ちょっと近い将来、まあ2、3ヶ月でいけるところ、もっと本当は少ない方がいいんだけどね。今日例えば300、400増やしたい。チャンネル登録者をね。で、毎日平均、やっぱコンスタントに300増やそうっていうのを俺もずっと目標でやってきて、で、最近に至るんですけど、まあ最近ちょっとね、下がってっちゃって100から150ぐらいになってきちゃってるんですけど、で、まあ、ちょっと目の前の将来を目標にできれば、俺案外ね、そのストレス、その人に見られるストレスとか、俺みたいなやつがこんなんやってるから評価されないのかなとかいう悩みはちょっと減るのかなとは思うんですよ。ちょっとした目の前のゴール。ちょっとね、伝え方が難しいね。ごめんね。なんかまあ、一郎とかの話であると思うんですけど、ね、一郎、まあこれ他の動画でも言ったことあると思うんですけど、一郎ってなんか、まあ、世界一になったわけでしょ。で、世界になって、1位になったイチローが言ったのが、みんな目標が高すぎる、で1ヶ月後の目標、1年後の目標、10年後の目標が高すぎる、で明日の目標ですら高いと。でも
今日の目、これちょっと今日、明日はちょっとわからんけど、今日の目標が低すぎる。で、今日俺はこういう結果を出すんだぞ。今日俺はここまでやるんだっていうのの積み重ね。で、俺もね、なんか振り返るとそうなんですよ。別に大したことやったことないし、まあね、こんな、まあ皆さんよくコメントでも書かれるより、大した人間じゃないし、社員とかでもね、社員とかでもっていうか、社員が優秀って、まあ要はコメントに書かれるんですよ。お前より社員が優秀って、本当にね、まあその通りだけど、多分、うちの社員ってすごい優秀なんだけど、俺が毎日なんか、繰り返りながらでもいいで、一生懸命前に進んでる姿を見て、ファンになってくれてるんだよね、社員も。で、YouTube でファンになってくれてる人、応援してくれてる人っておると思うんですけど、まあそういう人たちも同じさ、まあ俺らも動画でちょっと失敗こいて叩かれた時とかいろいろあると思うんですけど、なんか、こいつら一生懸命やってんな、なんかね、YouTuber みたいな面白くないわけじゃないですか。何やってあって、それは企画も弱いわけじゃないですか。だけど、なんか一生懸命やってるなって、社員もそうだよね。俺がなんか YouTube、なんか知らんけどおっさん一生懸命やっとるわって、多分好きになって一緒に働いてくれるってことは多いかなとは思うんですよね。じゃあそういう人たち、じゃあ病む人たち、じゃあ病む人たちってさ、俺の思う、じゃあこの改善案っていうかな、本当にちょっとしたことなんだよね。俺もすごい病むんだけど、まあ成功とまでは言えないのかもしれんけど、まあある程度ね、経営者になって何十人かね、社員がおって、まあ協力業者も言えば100人、150人って、毎日人が動いてくれとるわけじゃないですか。で、YouTube でもね、ある程度のとこまで、まあまあ成功とか言わんけどね、じゃあ弱小 YouTuber みたいなところなのかもしれんけど、うん、そういう中で、じゃあ、どうやって俺はストレスと向き合ってきたか。もう最近年取ってきたで、またちょっとまた違うやり方とかもあるんですけど、ちょっと仕事をサボってるっていうのもあるんですけど、本当にね、一つ思うのは、真面目な子、やっぱ一生懸命やりすぎちゃう子って潰れちゃうから、自分がね、もういいやと思った時はやんない方がいいと思う。俺もそうなんですけど、経営者やってて、本当は経営者ってさ、もう絶対朝もピシッと行かなあかんだろうし、夜もピシッと最後までみんなを見送ってやるのが仕事だし、これを会議に絶対遅れないとかもさ、全部仕事だと思うんですけど、でも俺は案外本当にまあ社員もよく知ってると思うんですけど、いい加減なところもあるし、サボる時もあるし、諦めるっていうか、もういいわって。だって YouTube でもそうですよ。だってどっかのタイミングでコテって諦めたら、もうやめたって言って心から消えて見んようにするっていうのは結構得意なんですよ。うん、それをずっと俺は引きずるタイプよりって、もうまた次の新しい目標が見つかってくるから、そうするとあんまりストレスに感じないんですよね。で、あとはこうやって勤めてる子とかで言うと、俺はもう会社なんか辞めた方がいいと思うの。何って言ったらさ、もうその、相手のこのストレスが病むまで攻撃してくる人っていうのは、もう合わないんだわ。その人が悪いとか、俺が悪いとか、俺が弱いとかじゃなくて、相手が悪いわけでも、俺が悪いわけでもなくて、多分もう相性も悪い。うん、だから、一番悩む、病む人の特徴って、その最初に言ったように、自分が悪いんじゃねえかと思うんですよね。で、俺もそう、初めて社員が辞めた時、初めてキャンセル、お客さんから食らった時、ね、契約もらえんかった時、YouTube でね、バットがついた時、アンチコメントが来た時、まあ、いろんな時になんか俺悪いことしたんかな、こうだったんかな、だったんかなって、やっぱね、へこむんですよ。だけど、本当は、自分が悪いとか、極論、相手が悪いとか、俺は今そうやって自分を考えるようにしてんだけど、相手が悪いとか、自分が悪いとかじゃなくて、もう合わないんだと。で、俺も従業員が何人も辞めてって、もう本当に多分辞めた人だけど100人超えてんじゃないっていうぐらい、ね、もうただ何十年やってるからね、十何年経営者やってるから、まあ入って1ヶ月で辞めていく、2ヶ月で辞めていく子もおりゃ、何年も勤めて辞めていく子もおるんですけど、まあ最初は俺もすごい悩んだし、今でもやっぱへこむ。ぶっちゃけね、なんでだったんだろうな、こういう風にしちゃよかったから。で、俺は、ただ一つ一つ俺も成長してきたら改善、今度こういうような子が来たらこうやって攻めるっていうか、こうやって教育しこうかなとか、ああやってこういう教育しこうかなっていうのはあるんですけど、ただもう合わないの本当に。で、多分その自分とそのねがストレス抱えて潰れちゃうってことは、別に自分が悪くないから、別に相手が悪くないし、あんまりそこを根詰めてどっちかが悪いんだとか答えを出そうと思うと、本当に俺もね、グイグイになってきて、頭おかしくなってきて、もう本当に指先がしびれてくるぐらいになる時があるから、あんまりそういうことは考えない方がいいんじゃないかなと思います。で、病んでるっていうのはさ、まあ、自分へのサインとか、なんかね、自分の体、ああ、俺もやばいなとか、目が引きつってきたなとかね、うまく喋れんくなってきたなって思うとき、なんか仕事行きたくないなと思ったときっていうのは、自分へのサインだから、なんかどっちが悪いかって責める、立てるよりも、俺は今日何やったらいいんかなっていうのは、前に出るばっかりじゃなくて、もうじゃあもう会社辞めようかなとか、
で、辞めることって俺全然悪くないと思うのね。で、経営者になってるような人、本当会社辞めてるような人ばっかりだね。創業者みたいな人がね。どっちかっていうと2代目、3代目みたいな人は、真面目に親の言うこと聞いてコツ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 やって2代目、3代目になった人っておるけど、うん、だけど、俺本当に言うけど、2代目、3代目のやつでもう6年じゃねえで、本当に。まともな人って少ない。まあ、そうやって言うと2代目、3代目の人怒るかもしれんけど、まあでも、やっぱ創業者の人と2代目の3代目の人ってちょっと違うよな。まあ似てる人もおる。もうんで、2代目になってもガンガン会社伸ばしていくとかさ、俺の連れの周りはまあそういうの多いけど、でもやっぱなんか守らなあかん、なんか親が作ったものをきちっと守らなあかんとかね、そういう人も結構多いし、まあそういう人たちとまた俺の言いたいことは違うと思うんですけど、でもどん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 もう嫌なことやめて、うん、新しいことに向かっていった方がいいから、ただそこでじーっとさ体勢座りして座ってんのはダメだけど、またこっちね、俺今日時計してないけどこっちタイマーまた17分になっちゃったでしょ。はい、で最後は、うん、まあそう、うん、人と同じじゃなくていいか。まあこれ本当にね、すごい大事にしたいで、ちょっとこれだけ言わして、人と同じじゃない、うん、だから俺もそれすっごい今でも、うん、そのプレッシャーなんですけど、俺本当に人と違うんかな、人ってどうなんだろう、なんだろうって思うんですけど、うん、ちょっとずつ自分にまあ言い聞かしながら言ってんのは、人と違っていいやって、もう俺は別にいいやって、俺もクズだから、うん、俺はこういう風に生きたいんだ、だったらもうこういう風にするんだ、で俺はこうしていきたいんだってみんなに言うから、社員にもYouTube でも多分そうだと思うんですけど、だから俺に会う人たちが多分集まって見てくれてるし、でチャンネル登録してくれる人ってそうじゃないですか、でチャンネル解除してく人もおるわけじゃないですか、でそういう中でね、じゃあ10万人になって20万人になって30万人になってって増えていけばいいと思う。でも一番俺の人生でつまんない社員がみんな優秀なんだけど、なんか俺好きじゃないわ、でもお金は持ってきてくれるっていう人が一番つまんないじゃないですか。それ YouTube でもそうじゃん。もうなんか嘘ばっかついたらチャンネル登録者がブワーって増えました。でも別にね、チャンネル登録者増えたからって別に俺、チャンネル登録とかが目標じゃないから、その次のビジネスが目標で発信できるツールがあればいいなと思って、ね、いろんな全国に発信できるツールがあればと思って一生懸命これ YouTube やってるんで、そうだったらもう本当につまんないじゃん。みんなで集まって商売一緒にやりましょう、全国で一緒にやりましょうって言った時に、もうみんな俺の嫌い人、みんな俺喋ってたら顔引きつっちゃう人、みんな俺ご機嫌取らなきゃいけない、もうそんな人生つまんないよね。そんな感じです。皆さん。はい。以上です。ちょっとまた長くなっちゃいましたけど、ぜひね、チャンネル登録して、コメントも入れてほしいな。本当に、本当に頑張りますんで。でね、あ、そうそう。で、最後に、もうちょっとみんな、まあ、こうやって見て、じゃあ、俺の周りで、仲間でね、凹んでるやつがおるから、こんな風に応援してあげよう、こういう風に言ってあげようって思うともあると思うんですけど、俺もやっぱ弱いし、ね、弱い子を見てて、俺すごい思うのは、もう頑張れとか、お前だったらやれるよとか、あんまり応援してあげないことだし、あんまりそういう話も聞かない方がいい。別に頑張んなくていいから、本当に。俺が思ってるのは、もう頑張ったからストレスになってんだから、別にそれ以上頑張る必要ないし、そのストレスに耐えてこうなるって、この風が吹いとんのにも気をつけするやったら、もう座った方が楽なの。で、風が吹くまで待つか、違う場所行った方が楽なんだから、俺はもうそんでいいと思うし、まあ社員にもよく言ってる。だって会わなかったら辞めやいいし、うちの会社もね。別に本当に。でも、やりたくないことだったらいいやいいよって。違うことも会社にはあるからって、現場行ったり営業行ったり、事務職行ったり、YouTube 雇ってもいろんな役職もあるし、まあ現場行ってもいろんな役職もあるし、事務行ってもいろんな役職あるから。で、奮い立たせるってよくあるじゃん。みんながあいつを奮い立たせる、何を奮い立たせるって。でも、本当はね、奮い立たせるっていう言葉って戦時中のことでさ、ね、相手を倒しに行くために、お酒飲んで、それこそ特攻のね、飛行機の船に突っ込むやつおるわけじゃん。なんか酒飲んで、結局麻痺させてんだよね。特攻で奮い立たせるって。まあそういう言葉だから、奮い立たせるなんていうのは。だから、そもそももう病んで潰れそうになって、もう今現代ってもう違うじゃん。生きていくために仕事してんじゃないもん。お金稼ぐために仕事してるって、もちろんそれもあるんだけど、今別にさ、なんとでもなる世の中になってきちゃってるじゃん。俺らの若い時ってほんとなんもなかったから、もう車がないとか、スマホもなんもねえだから、やることねえんだもん。外行ってお酒飲みに行かんときはやることねえんだもん。友達いないと。今なんか一人でも生きていける時代だから、うん、まともに働く、うん、サラリーマンになって、朝9時から5時まで働いて、毎日毎日仕事行くだけが働き方じゃないし、親が何言おうが、周りに何言おうが、うん、別に自分が、うん、そう思ったら、それの方が正解だと思うしね。逆に言えば、親なんか間違ってて普通の。親は、俺のことを考えて言ってくれるのが親だけであって、親が絶対に合ってるか間違ってるかって、それまた別の世界の話だからさ。うん、自分のことを愛してくれてるか、くれてないかっていう話と、ね、合ってるか間違ってるかってまた別の話だと思うんで。はい、すいません、皆さん。またね、このストップウォッチ、ね、これちょっと本当時計してこうやって時間見ておきたいんですけど、俺はもうタイマーもう遅くなっちゃって20分回っちゃったよね。はい、まぁ、ちょっとカットして15分くらいやってると思うんですけど、はい、ぜひまたよろしくお願いします。またねー。